お世話になります、ひとりでございます。鎧のことでダクマを逃がすとセリフが変わったりすると非常に話題になりましたよね。で、先日別の動画でダクマを預かり屋に預けると、およよ、ダクマ預かり屋さんに預けてるのね。君たちが仲良しちゃんかどうかはダクマが帰ってきたら見せてねと言われるんですよね。では預かり屋ではなくポケジョブに預けておいたらどうなるのでしょうか。ポケジョブはボックスからしっかり消えるので手持ちでもボックスでもない扱いになりますし、預かり屋の場合と同様に特別なセリフが聞けるのでしょうか、という趣旨の DM やコメントたくさんいただき、気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も眠れていないと思いますので、そんな眠れない方のために今回はダクマをポケジョブに預けておいたらマスタードのセリフはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあとりあえずまずはバッチ4個でどうやらポケジョブがねできるようになるらしいので、そこまでストーリーを進めた上でダクマもらえる手前までねストーリー進めていきたいと思います。よし、地味に時間かかりましたね。とりあえずクリアということで、ダクマもらっていきましょう。またこれ何度目かっていう話なんですけど、まあしょうがないっすよ。これが私の YouTuber としての役割ですから、何回も何回もダクマやってですね、皆さんにこの情報をね、お伝えして楽しんでもらうっていうね、わけでございます。ダクマゲットだぜ。はい、で、眺めるパターンのやつね、始めていくってわけですね。はい、じゃあ一応ね、改めて、このダクマ持っている状態でね、一応行ってみたいと思います。これはね皆さん当然知ってると思うんですが、およよ二人一とダクマの今の関係は可もなく不可もなくって感じだねっていう感じで言われるわけですね、通常の場合は。じゃあここからポケジョブに預けた場合をちょっとやっていきましょう。ポケジョブに預けていきますのは結構遠いですね。はい、多分ポケ戦行かないとダメっすよねこれ多分。じゃあこれではいボックス見まして、ポケジョブですね、我がダクマちゃん預けていきましょう。体力ゼミでもいいか、これに依頼を受けますと。これで、ダクマさんをね選ぶということで、これではい選んだポケモンでよろしいでしょうか。 OK、 送り出す、いけ、はい頑張れよダクマ、お前は預けさせてもらうぜてやっていう感じで預けさせてもらいまして、はいこれで行きましょうか再び。はい、道場に着きましたと。これで見ていきましょう。いや今回めちゃめちゃ気になりますわ本当に。いやこれ超楽しみだな、どうなんだろう。いけ、およダクマポケジョブで働いてるので来た専用セルフここにもあったか、マジか。チビたちが仲良しちゃうんかどうか、ダクマ帰ってきたら見せて。なんでお前ポケジョブ事情まで知ってんの、お前頭狂ってんの、頭はこいつボックスなんか、どういうことこいつ、マジで聞けんの。ちょっともう一回丁寧に見てみましょう。およよ、ダクマポケジョブで働いてるのね、チビたちが仲良しちゃうんかどうかはダクマが帰ってきたら見せてね。なんでお前知ってんの、怖いんだけど。その能力の方が欲しいよ私としては。そんな修行とかどうでもいいから。マジか、いかついなお前。じゃあ一応この後のストーリーも進めてみましょうか。一応これダクマ連れて眺める景色のやつやっちゃいましょうか。じゃあはい見まして、ポケジョブでお手伝いに送り出しています。キャンセルしますか。はい、これ戻ったかな。あ、ちゃんと帰還していますね。よかったよかったよかった。はい、ということでこんな感じでダクマ手持ちに入れて、で別の動画で預かり屋に預けた時は眺める景色のやつスキップしちゃったんですけど、それスキップせずこのままダクマ持ってって塔に挑んだらまた何か言うかね、ちょっと確認してみたいなと思いますよ。うわ、ここ来るのもめっちゃ遠回りしたわ。マジか、こんな水上走れる自転車ないとここ来るのめっちゃ面倒ですね。超遠回りして来ないといけないという。はい、これで一通り景色見ましたので、これで見せていきましょう。ダクマの関係はベアーマー、うん、ものすごく仲良しちゃんになったのね。はい、オッケーオッケー。はい、テクテクテク、ダクマ専用の修行場、はい、双剣の塔に挑んじゃいなよ、例のやつですね。はい、じゃあこれで双剣の塔行きたいんですが、ここのとこでポケモンセンターに飛びましてポケジョブ預けていきましょう。はい、ここ来てポケジョブで素早さゼミでいいや、何でもいいで選ぶですね。で選んだポケモンでよろしいでしょうか。はい、オッケー。はい、いってらっしゃいダクマ、再び行かせてごめんよ、どうせすぐ帰らせるけどな。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあこれで塔に再び行きましょう。はい、よし塔に来ましたね。はい、到着と。あれ、オッケーオッケー。これで塔を一通り見まして、はい、じゃあこれで改めて整理すると、今はポケジョブでダクマがいない状態です。この状態でどうなるか行きましょう。はい、行きますよ、テク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 で聞いてみますと。はい、なんて言われる、師匠から聞いております。二人さん、手持ちにもボックスにも
ダクマが見当たりませんが、やっぱり景色見ても景色見なかった時と全く同じ反応なんですね。マジか、そういう感じなんだ。これはアズカリアもポケジョブも一緒だっつうことなんですね。ということで検証結果、ダクマをポケジョブに預けておいたら、マスタードのセリフは、およよ、ダクマポケジョブで働いてるのね、君たちが仲良しちゃんかどうかはダクマが帰ってきたら見せてねとなるでした。まさかアズカリアだけでなくポケジョブにまで専用セリフがあるとは、これもまた思いもしませんでしたね。ただ当のところではアズカリアの時と同じく持ってない判定みたいな感じになりましたね。そんな面白いことが分かったんですが、最近ダクマをあまりにも酷使しすぎてるので、ダクマを癒すために今夜はダクマを抱くわ